暗い色がどっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せに気づいたから、幸せの意味を見つけたから。